今回ですけれども、こちら黒船のカステラ、どのような感じか気になりましたので食べてみようと思います。このカステラなんですけれども、どら焼きとこのカステラのセットのものがありまして、1000円程度だったと思うんですけれども、どら焼きが3個ぐらいとカステラが2個ぐらい、ちょっと詳細の数を忘れましたけれども、そういう感じで入ってたと思います。はい、だいたいこういう感じの大きさぐらいで、1カットになっているので、ちょうど1回食べるのにいいかなっていうぐらいのカステラの分量です。横から見た感じはこのような具合ですね。厚さもこのような感じで、ちょうどいい具合に1回分という感じで、ちょうどいい具合です。原材料ですけれども、鶏卵、国産、一番最初に卵来てるということで、卵の風味しっかりと効いたカステラに仕上がっているのかなと思います。で、砂糖、小麦粉、水飴、クリーム、牛乳というふうになっています。で、黒船なんですけども、このカステラ結構ですね、主力のお菓子みたいなので、どのような味か気になるところです。はい、それではカステラですけれども、取り出してみました。このような感じの見た目で、卵しっかり使われてそうで、すごく美味しそうです。今こちら側には薄いシート貼ってあったんですけれども、こういう感じで貼ってあって、でこちら側が上の焼き面の方ですね。こういう感じの具合です。こうしっとりふっくら仕上がってるっていう感じで、すごく美味しそうです。はい、こういう具合ですね。断面の方こういう具合で、切り口こんな感じで、見た目はこういう具合です。どうでしょうかね。うん、美味しそうですね。結構こう空気が入ってるというか、隙間が空いてそうな感じなので、ふっくら食べれるような気がします。それでは少し食べてみようかなと思います。香りはすごくいいですね。うん、うん、食感はすごくしっとりっていう、砂糖たっぷりのしっとり感というよりも、甘さは割とですね、控えめっていう感じなんですけども、風味が良くて、で卵の風味も程よく感じられて美味しいです。で、噛んだ時の柔らかさ、程よくあの食感がありながら、ふっくら仕上がってるなっていう感じですね。うん、これ美味しいです。そしてもっと砂糖を使ってたらよりしっとりになると思うんですけども、そういうタイプよりは少しですね、なんていうんですか、小麦粉のふっくら感を楽しみながら食べるような感じっていう具合のカステラに仕上がっています。ふっくら程よくしっとりしていて、で甘すぎないので、結構ですね量食べれるかなと思います。甘いカステラだと1カットぐらいでちょうどいいかなと思うんですけれども、これだと結構ですね、普通のやつより多めにしっかり食べれるかなっていう感じなので、いいと思います。まあ甘いカステラだと牛乳と合わせたりして、すごく美味しいかなと思うんですけども、この甘さある程度控えめなので、そのまま食べても美味しいですし、あとはお茶なんかですね、合わせたり紅茶とか、そういう飲み物と合わせてもすごく美味しいと思いますので、黒船のカステラ気になったらぜひ購入してみてください。今回は伊丹空港の、黒船のお店がありましたので、そこで購入しました。